ごきげんよう、ガリガリです。今回はレインボーフレンズのブルーを育てていきたいと思います。いや、始めたばっかだからめっちゃガリガリだね。まあ、タコボンドといったら小食人間を大食いの神に育てたことがあるんでね、今回もこのブルーを大食いの神にしていこう。じゃあまずはね、下のやつのこれをして、で人参を押すと、あ、持ってる食べ物が人参になったね。まあ、食べ物も進化する感じなんだね。それからこれで、まあ、食べるスピードをアップしたりもできるのか。これ食べるスピード速くなってるのかな。いや、さっきとそんな変わってない気がするけど。あとなんかタップすると速くなるね。あと視点も変えたりできるのか。おお、ブルーの後ろ姿。てか、なぜか天使の輪っかがついてるね。ちょっとだけ可愛いね。で、それから撃って、で、新しいの買おう。来た来た。これ何？謎の食べ物。キノコなのかな？あと、バトルっていうのがあるね。ちょっとこれやってみよう。え、なんか始まるんじゃない？何この赤いブルー。それから能力決めれるのか。2倍にしよう。来た来た。なんか始まった。大食いバトル。よし。いよいよ。勝ってんじゃない？さあ、どっちが最強の大食いか決めようじゃないか。よいしょ、いよいよ。てか、食べれば食べるほど身長も伸びてきてるね。さあ、今のうちに高評価をして、おデブの力を分けてくれー。よし、これで終了、オッケー。ま、なんか成長してない？ちょっと前までガリガリだったのに。よし、それからじゃあここのアップで、アップグレードもやっとこう。で、太った脂肪を売ると、ガリガリになるんだね。なるほど。脂肪を売ってお金を稼ぐのか。よし、じゃあバナナにしよう。来ました、新しい食べ物はバナナ。でかいね、このバナナ。よっしゃー、食いまくるよ。あれなんだ？なんか広告見ると4倍っていうのが出た。ちょっと待って。できるだけバナナを食って、よし、広告見よう。さ、広告の力で結構お金をね、稼いできたんで、さらに新しい食べ物。これ昔の携帯だね。携帯も食っちゃうの？いや、もう化け物じみた大食いの仕方だね。それから次はキーボード。パソコンのキーボードね。いや、なんでも食うなレインボーフレンズのブルー。それからこれはピーマン。いや、偉いなしっかり野菜もいっぱい食べるんだね。よっしゃー。いや、ピーマンの力すげー。めっちゃ成長するんだけど。さあ次は芋に進化したね。で、さらに青リンゴ。うおー。いろんなの食うね。よし、ここのアップグレードもやっとこう。さあ、これでほんのちょこっとだけ食べるスピード速くなったね。うわ、成長が止まらないな。もう後ろの滑り台より身長伸びたね。じゃあ太った脂肪を一旦売ってね。よし、これお金貯まったんで、次の食べ物、靴。いや、これも食うの？何でも食べちゃうな、もう。いや、美味しそうに食うね。なんだなんだ、これは飛ばそう。さあ、これで、ナスに進化しました。ナスでけー。え、待て待て、次の食べ物。なんか虫いない？やばいやばい、これってもしかして、ゴキブリなのかな？ちょっとやめてよ。とうとう虫も食うの？食いしん坊すぎるでしょ。あとなんか、世界ランキングもあるね。おお、大食いランキング。今僕、979位。うわぁ、1位になりたいなぁ。てか、このゲーム、こんなにやってるプレイヤーがいたんだね。あ、そして、お金が貯まったので、ちょっと、新しいのにしよう。来てしまいました、ゴキブリ。え、なになにこれ、ちょっと邪魔邪魔。よし、じゃあちょっとバトルやっていきましょう。勝てるかなぁ。さあ、これはいいや、飛ばして。よし、そう、食いまくり。ゴキブリの力すげぇ。めっちゃ身長伸びるんだけど。もう、後ろの、家超えたね。でかいでかい巨人サイズ。巨人になるための栄養のご飯はゴキブリだったのか。ありがとう、ゴキブリ。いや、食いしん坊すぎでしょ。よし、これで、もう終了。余裕で勝ったね。てか、めっちゃでかくなってんだけど。うおぉ。その辺の街中も見えてきた。じゃあ、太った脂肪を売って、新しい食べ物を買っていきましょう。さあ、トマトになったね。で、さらにもう一個。うおー、なにこれ？南国のフルーツ。
ドラゴンフルーツなのかな、これ。やばいやばい、ドラゴンフルーツめっちゃ成長するね。ちょっとね、この辺もレベル上げておいて、さあ食いまくっていきましょう。よいしょ。さあ新しい食べ物を買おう。今度はスイカになったね。最初の方と比べたら成長スピードもめっちゃ速くなってきたね。でかいでかい、巨人サイズ。どこまで成長するんだこのブルー。さあ次の食べ物、アイスになったね。やばいやばい、冷たい冷たい。アイス大食いってすごすぎでしょう。で、さらに進化して、サーモンの寿司になったね。最近はなんかマシになってきた。まあ、最初の頃、なんかゴキブリとか、機械とか食ってたけどね。おぉ、ようやくこの辺から、ちゃんとした食べ物だ。さあ、次の食べ物、クロワッサン来たね。おぉ、もう一口食っただけで、めっちゃ成長するね。さあ、でっかくなってきたね。で、さらに、太った脂肪を売って、で、新しい食べ物、おぉ、これカップケーキなのかな。やばいやばい、もうここまで成長した。もう300超えたところから、成長スピードが遅くなってるね。この辺が限界かもしれないな。よし、カボチャになりました。で、さらに、ちょっとね、お金も貯めてきたんで。さあ、ケーキになったね。そして、ドーナツになりました。おぉ、一気に食べ物進化したね。おぉ、でかいでかい。あ、なんかドーナツから、結構身長伸びてきたよね。きたきた。もうこれ600超えたね。これさっきのところは限界かと思ったけど、まだまだ伸びるね。やばいやばい、めっちゃ太いんだけど。さあ、次はパイナップルになりました。そしてホットドッグ買いました。次はこれになりました。そしてチョコレート、オッケー。いや、ここまで進化したね。もうでかすぎて、公園が見えなくなってきた。よし、じゃあ久しぶりに戦ってみよう。さあ、相手はチーズか。いや、なんか強そうだな、今回。さあ、行きます。さあ、食いまくって食いまくって、いいよよ。まあ、食べるスピードは、やっぱ僕の方が早いね。よっしゃ、この勝負も勝てそうだ。いや、成長スピード早っ。もう周りのビルとかも見えてきたね。ビル超えたいな。手前のビルはもう超えてんじゃない。よっしゃ、でも勝ちました。いや、もうでかすぎなんだけど、これ。いや、太りすぎたな。飛行機も見えるし。え、なになに？広告見ると、あ、なんか食べ物がチーズになったね。うわ、一段階進化したよ。てか、お腹もぽっこりしてきたね。昔はガリガリだったのに、成長しすぎたな。じゃ、そろそろね、太った脂肪を全部売ろう。きたきた。さあ、これで次の食べ物。ハンバーガーになったね。食いしん坊の大好物、ハンバーガー。ブルーも嬉しそうに食べてるね。もう止まらないな。そして次はピザ。うお、来たか、ここまで。永遠に食ってんだけど、このブルー。いや、もう最強レベルの大食いだね。さあ、次の食べ物は、これ骨付き肉なのかな？もういいね。おデブになる、いい餌だ。よっしゃ、餌食いまくるよ。あれなんだ？広告見ると、アモングアスのこのキャラになれるってこと？よし、これでどうなった？やばいやばい、アモングアスになってる。アモングアス食べちゃってるよ。ついにキャラクターも来たか。よし、じゃあちょっとね、ガリガリの状態から。ノーカットで成長の様子を見てみたいと思います。さあ、こっから行くよ、食いまくり。いや、もう神レベルの食い方。いやー、このブルーも、ついに大食いの神になるまで、育てちゃったな。太い太い。もうその辺のビルも超えたよ。飛行機も見えてきた。やばいやばい。なんか地球の丸みも見えてきたね。いや、ここまで成長するの？アモングアスやばいね。太るいい餌だったね、アモングアス。そして隣の山も越えました。山越えちゃったよ、このブルー。宇宙も見えてきたよ。まだまだやめないよ、食べることは。新記録超えました。でけえ、惑星も見えるし。てか、目の前にタコいるね。
これクラーケンなのかな。こんなでかいタコがいたなんて。あ、ここからだとタコの顔見えるね。わ、拾って頭の上に乗っけたいな。さ、なんだかんだここまで育ててしまいました。ブルーの大食い家でした。まだ高評価してない人は高評価よろしくね。それでは、じゃあね。